おはようございます。今日の隠居飯の時間ですけども、まだ朝7時にもなってない、早朝といえば早朝なんですけどもね、まあビールをいただいてみようかと思います。これはね、テカテというね、オリジナルビールでございまして、これメキシコ産でございます。後ろの方に書いてますけどもね、アルコール度数が 4.5% で、この瓶1本で 355cc ですね。まあどんなビールなんでしょうか。色とかもね、楽しみですね。昔ながらのこの栓抜きで開けるタイプさすが王冠はね、コンドルが模してあります。テカテちょっとね、いただいてみようかと思います。私にしてはね、ビールを飲むのは珍しい、しかもこんな早朝に。あ、普通のビールの色ですね。どんな味がするんでしょうか。じゃあいただきます。おつまみも何もないですけども、あのね、飲む直前の風味はビールと一緒ですね。どうだろう、一番搾りとも、あ、札幌ビールに近いですかね。札幌ビールね、一番搾りともそのアサヒスーパードライとも違ってですね、泡立ちもあんまりないですね、これね。あ、アルコール分もちょっとこう抜けていく感じで、非常に飲みやすいというか、口当たりまろやかで、これメキシコのビールの割には日本人の口に合うと思いますよ。特にね、ビール普段飲みつけてない方にはいいと思います。いただきます。ああ、すっきり飲めちゃいますね。もうあともう一杯注いだら終わりですよ、これ。匂いもちょっと薄いというか少ないですね。テカテ、これバリ島で飲んだビールがビータンってあるんですけども、あれよりね、私こっちの好みですね。メキシコのビール合いますね、私にはね。あの、なんかメキシコ常連の組にみたいに、ビールってすごくねきついのかなと思ったんですけども、なんかこうコーラよりも飲みやすいと。前回インカコーラを紹介しましたけども、あれより好きな味ですね。うん、これだと結構食事のためにいけそうです。いただきます。あ、これはね、絶対日本のビールよりいいですよ、こっちの方が。私ビール晩酌で飲むんだったらこのテカテを選ぶと思います。あ、これ美味しいですね。うん、なんかビールの習慣が戻ってきそうです。まあ戻らないですけどね、私はね、ちょっとアルコール飲まないようにしておりますんで。うん、あのお水とかが美味しいんですよね、今はね。あとプロテインドリンクをよく飲みますね。うん、テカテ、メキシコ。